皆さんが例えばその僕と仲が良くないというふうに思ってる人たち、まあ、例えば楽天の三木谷さんとか、そういう人たちに対して僕が批判をすると、いや堀江はまだ三木谷のことを恨んでるのかとかそういうようなこと言われるんですけど、全く恨んでません。僕はあの別に三木谷さん個人的に三木谷さんの人格をすごく否定してることも全くないし、別にあの普通にお会いしたらあのにこやかにお話をできる、存在です。まあ実際去年とかもですね、僕楽天の社長室行って、社長室というか社長フロアですね、行って、ビジネスの話をしたりもしてます。まあ本当新型コロナウイルスに対して三木谷さんがビビりすぎだなとか、過剰なその防護策を講じてるなとか、まあ社会全体に対してそのようなプロパガンダをしてることに対してはもう批判をしてます。まあこれはだからいわゆるゼゼヒヒってやつですね。ちなみに楽天も、僕楽天パンダ大好きなんで、あの楽天パンダのマーケティングとか楽天カードマンのマーケティングとかすごくよくできてると思ってますよ、正直。もちろん楽天球団も素晴らしい球団だと思うし、僕はあの日本一取った時にですね、あの楽天の球場2回も行って日本シリーズ2回も見て感動しました。たった9年間であのこんなに素晴らしい日本一の球団を作れたことに対してすごく素晴らしいと僕は思ってるし、その欠点においてはすごく褒めてます。なので僕は全然遺恨なんかもちろんないし、僕たちがその2004年にですね新規球団参入を決めて仙台に持ってこうって言った時の思いがすごくあの実現されてて素晴らしいことだなと思いました。僕はその地方で素晴らしい球団が生まれて地域活性化、そしてその地域に住んでる人たちの幸せ度合いが上がるっていうことがまあ主目的だったんで、別に僕がそれを実現しなくても誰かがやってくれるんだったらそれは素晴らしいことだと思ってるんで、という意味で言うと、僕はあの批判をしてますけれども、批判をした対象の人たちに恨みを抱いていることは一切ないので、その辺あの皆さんぜひ分かってください。コメント欄で、とは言っても恨んでんじゃねえかとか書くのやめてください、マジで。いちいちそんなことを書いたところで僕の思いは変わりませんので、